はい、中年オタッキーです。今日はね、群馬県の水上に来てるんですけども、まあ、天気もいいんで、まあ、仕事もね荷物積み終わったんでね、動画を撮ってるんですけど、まあ、写真をねちょっと撮ってたんですね。このペンタックスの SP に、ミッシェルさんからご提供いただいた、スーパータクマの 50mmF1.4 と、あと、実質100円で購入したね、オリンパスの FE370 だったかな、800万画素ね、古いコンパクトデジカメで、写真撮ってました。で、写真を撮ってる様子をね、なんとか自撮り棒でね、動画撮ろうと思ったんですけど、無理っすね、これね。なんかカメラアシスタントかなんかが言いますけど、トラックに乗ってカメラアシスタント連れていくわけにもいかないんでね。まあ今日はね、こいつね、こいつのね、動画を、作っていきたいと思います。はい、それでは本編入ってまいります。はい、このね、オリンパス FE370 なんですけども、カメラ5台セットっていうのにね、ついてきたんです。ヤフオクでね、落札して、5台で500円だったんで、実質100円ですけど、他にね、一眼レフカメラの目星、狙ってたやつが、あったんで、それを買うために落札したんで、これ実質0円と言っても過言じゃないですね。で、充電器もついてましたし、メディアカードも入ってましたんで、もうそのまま使える状態でこれね、買えたんですね、ヤフオクでね。で、2008年に発売された、カメラのようでして、画素数はね、800万画素。で、レンズがね、6.3 から31.5 ということで、これ換算何ミリになるんだろうな。多分ね、スマホと同じぐらいのね、1インチかなんかの、センサーが入ってると思うんですけど、換算距離は書いてないか、書いてあるわ。35ミリ版換算で36ミリから180ミリということで、まあ標準、若干広角の標準から、中望遠を超えて、もうまあ、ちゃんとした望遠ぐらいの、レンズがついているということですね。これ当時の価格いくらだったんだろうな。まあ、オープン価格かわかんないな。いくらで売ってたのかちょっとわかんないですね。それでですね、まあ、とりあえず作例を紹介していきます。作例を紹介していくんですけど、これ、本当にね、マニュアルモードっていうのがありませんで、シーンセレクトですか。で、主にプログラムで撮ってるんですけども、遠景になるものはもうね、シーンセレクトで風景写真で、近接撮影はほとんどがシーンセレクトでポートレートモードで撮ってます。で、ほぼフルオートなんで、まあ、逆光とかやったらシンクロで自動的にフラッシュが光ったりとかしてね、まあ、結構いい感じに撮れるんですね、これね。で、800万画素もあればね、ま、A4 か。A4 ぐらいまではね、十分な画質で出力することができるんですけども、まあ、ご覧いただいた感じで、なんていうんですか、画質的にはね、十分だと思うんですよ。色もよく出てますしね、ただ逆光でね、その、太陽がレンズに入るような状況ではもうフレアが広がってどうしようもなかったです。レンズはそこまでいいのがついてないか。ですね、ただスマホと違ってね、180mm、換算 180mm まで望遠が効きますんで、このカメラね、まだ持ってても価値はあると思います。だからもうただ同然でね、仕入れるようなカメラなのに、結構写りがいいんですね。で、このカメラなんですけども、ちょっとメディアカードが変わってましてね、これ下を開けて押したら出てくるんですけど、これ SD カードじゃないんですね。で、これなんちゅう企画なんだろうな、僕知らないんですけど。で、これね、SD カードじゃないんですけど、この中にね、マイクロ SD が入ってます。よっ。
こんな感じでね。だからね、Android 携帯をお持ちの方、もしくは iPhone でね、そのマイクロ SD カードアダプターをお持ちの方だったらね、簡単にね、その携帯に画像を取り込めますんで、このカメラ持ってても損はないと思います。入れ方がわからなくなっちゃった。あれ？入れ方がわからなくなっちゃった。もうこう、目が薄いんでね、もう後でいいや。で、利用価値としてなんですけども、スマートフォンでね、今はね、その綺麗な写真が撮れることで、ほとんどの方がスマートフォンで撮ってると思うんですけども、バシバシ撮ってたらね、もうメモリーが満タンになったりとか、整理が大変になったりすると思うんですね。で、こういうカメラで撮ると、そのスマホのね、電池もね、持ちますし、で、スマホの中のフォルダがパンパンにならないんでね、これで撮って、で、必要な写真だけをスマホに転送したりして、SNS でアップしたりとか。で、結構ね、そのレンズが、やっぱスマホのやつと違っていいレンズがついてるんで、そこそこいいレンズがついてるんで、背景ボケとかも作れます。シーンセレクトでね、望遠端にするとね、奥行きがある場所だったらね、ポートレートでも背景ボケ作れると思いますね。で、まあ、実際に、昨年の中で1枚、背景ボケ作ってる写真ありますけど、あれ、後ろのね、奥行きがあんまりなかったんで、いまいち弱かったんですけど、奥行きがある場所だったら背景ボケ作れると思います。はい、このね、800万画素のデジカメね、まだまだね、利用価値あると思いますんで、安い価格で売ってますんで、見かけたらね、買って、スマホの補助にいかがでしょうか、ということになりますね。はい、今日のカメラ紹介は、まあ、こんな感じでね、ちょっとさらっとした感じになります。それで、いつものね、視聴者様の、写真の紹介、になりますね。まず1番に、365モノクロームさんのね、写真を紹介してまいります。365モノクロームさんの写真、今回は、デジタル写真ですね。ライカモノクローム C 秒ゴン、21mmF4.5 ということで、このモノクローム写真の中にもその写真が飾ってありますけども、これ自家製作ということで、多分、ウェットプロセスで焼いたのかな。鎮土積みコロンで HP5 の、フィルムで撮っている、いうことが。で撮ってるという写真、まあ、二重に作品が重なってますね。これ、やはりね、ライカモノクロームということで、ちょっと柔らかい調子、背景ボケこれすっごい綺麗ですね。で、画質もね、非常にシャープに映っております。ちょっとこれ面白い写真ですね。写真の中に写真、はい、369モノクロさん、ごめんなさい。もう字が見えてない。すいません。369モノクロさんですね。失礼しました。ありがとうございます。次がね、柿の木さんの写真いきましょうか。柿の木さんね、ジャンクで見つけた、フジカ GR、で、フィルムがコダックゴールド200ということでね。特に注目してるのがこのバイクの写真なんですけど、まあもうバイクが好きっていうのもあるんですけど、これトライアンプっていうね、イギリスのね、メーカーの、バイクになりますけどね、何を注目してるかって構図が面白いんですね。これまあフロントフォークっていうんですか、フロントのサスペンションがね、水平になるように映してあります。こういう構図ちょっと珍しいなと思って、初めてこういう構図見ました。これ面白いですね。でね、フジカ GR の、写真なんですけど、レンズの解像度も、素晴らしいですね。これ見事に映ってます。僕も GR あるんで、今テストしてるカメラが一目ぐりしていったらね、使ってみようと思います。はい、柿の木さん、ありがとうございます。次に、ミッシェルさんの写真、2枚。撮影データがね、キャノンニュー F1、FD35mm、F2SSC、コダックゴールド200で撮られております。で、特にその注目してるのは、この、水飴屋さんですか、これ。お店の写真なんですけども、これ夕暮れ時に撮られているみたいで、特にね、コダックのね、フィルムは暖かい色を引き出す、この、なんていうんですか、特性がありますから、これ綺麗に写ってますね。その、夕暮れのね、
夕日に照らされてるその、お店の写真をね、あのちょっとそのなんていうの、傀儡もあって、観光客みたいな人がこう見ながら、あの雰囲気のある写真になってますね。これ創業高価2年って書いてある、1845年、結構老舗のお店なんで、これどこだろうな、あ、川越って書いてありますね、川越なんですね。もう一枚の写真もこれ面白いね、飾り、これ骨董品屋さんかなんかかな、これ、ちょっと分かんないですけど、面白い、写真になってますね。はい、今日3名様のね、写真を紹介してまいりました。ちょっとね、ちょっと、今回さらっとした、動画になってしまいましたが、次の動画はフィルム写真に行こうと思います。今ね、もうここにね、ありますけど、これ和孝さんからお預かりした、コニカワンでね、撮った写真、ちょっと家に帰る暇がなくて現像できないでいるんですけども、またね、現像できましたら動画アップしていきます。で、今日が、12月の27日か。27日で、果たしてもう一本動画を作れるかどうか、もう相当微妙です。多分作れないんじゃないかなということで、一応、この動画をもちましてね、今年度のね、中年オタッキーの動画、は終了となりますね、おそらく。僕らしくないそのデジタルカメラの紹介で最後を締めくくることに、なってしまいましたけど、今年1年ね、最初はね、チャンネル登録者200名ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、現在が1840人ぐらいということで、飛躍の年になりました。皆様のね、ね、支えで、ここまで、ね、伸びてきました。本当にありがとうございます。で、来年もね、似たような感じのね、動画を上げていくことになると思うんですけど、まあ、デジタルカメラもちょこちょこはやりますけども、主にフィルムカメラで得意のね、モノクロ写真ということでね、まあ、モノクロフィルムそんなにたくさんは使ってないんですけどね、僕はあんまりね、いろんなものを使わない方向ではあるんですよね。だから結局そのコスト的に安いもの、使いやすいものということで、今ケントメアの100を一番使ってますけど、ケントメアの100現像がすごい楽なんですよね。巻くのはちょっと難しいんですけど、その仕上がりがね、まあ、現像 の、 その定着抜けが良かったりとかね、しますし、その調子も好きなんでね、もう安いですし、当面ね、ケントメア長巻きでね、輸入してね、使っていこうと思いますけど、最近ね、400も仕入れたんでね、コダックの TX400 と取り比べとかもしていこうとは思ってますけどね、まあその辺はね、また来年ということで、で来年一発目の動画がいつになるかっていうのはちょっとね、未定になります。もしかしたらね、今年ちょっと休みが長いんで、家から動画を作ってアップするかもしれません。はい、じゃあ、今日はこんな感じで、っていうか今年はこんな感じで締めくくりになると思います。今年1年ね、本当にありがとうございました。来年も頑張りますのでね、また応援していただけたらと思います。はい、それでは皆さん、良いお年をお迎えください。っていうか、この動画、その年末以外に見る人もたくさんいるから、ちょっと違和感があるかも、知りませんけど、今年はこれで終わりです。また来年、よろしくお願いします。チャンネル登録ね、この辺に出てきますんで、またチャンネル登録、していただけたらと思います。他の動画もね、楽しんでいただけたらと思います。はい、それではまた次の動画で会いましょう。良いお年を。